はい、皆さんこんにちは、ノアです。今回はですね、ちょっと待ってね、はい、いや、このね、デッキケースね、はい、これね、みんな買ってくれてありがとうございます。このデッキケースの中に眠るね、あるカードを使っていきたいと思います。というのもね、はい、こちらでれーん、エブロリー BR 脳筋の男で、このブロリー BR とチライ、これをね、マジで使ってみたかった。はい、今回この組み合わせでバトスポ行ってみたいと思います。はい、2人のアビリティこんな感じです。ブロリーが追随する力という効果で、ラウンド開始自分のパワー3万以上あると、気絶無効の戦闘力プラス3万で、アップした戦闘力でエナジーが上がらない。一番パワーの高い敵のパワーを自分で上乗せできます。で、3級、チライが3級で戦闘力バトルで使用して敵チームヒーローエナジーを1個倍、仲間全員のパワーを永続プラス3000、ブロリー BR かチライ BR でもだね、いると効果が3倍になるという、ことなので、つまりはですよ、ブロリーがいれば毎回アタッカー全員のパワープラス、9000のエナジーが3個奪えるっていうことなんだよね。で、このブロリーがね、ぶっ飛びスイング持ってます。はい、これが強い。エナジー10個の時にダメージ超アップ、はい、いうことで、どれぐらいアップするのかな、これは。まあ、これもね、見ていきたいと思ってます。で、他のメンツなんだけど、こんな感じでいこうかなと思ってて、はい、2キルをね、意識してみました。1キルと2キルどっちもいけるよっていう編成で、まあ、おぞっといるんでね、まあ、2ラウンド先行が取りやすい。で、3ラウンド目行った時も、このね、GT がいるんで、戦闘力ね、爆発的にボーンって上げて、戦闘力でね、水先行取りに行くっていう感じの編成で、レモ BR がいると、ユニットが組めたんだけど、正直いらないかなと思って、はい、今回ね、レモ抜きに、なってます。はい、で、相手のデッキ、なるほどね、ブロリーか、あー、それね、はいはいはい。で、カードアクション封印はまあどうでもいいね。で、まあ、それとりあえず2ラウンド目はね、ドカバキ通るんで、これね、レジェンドスマッシュね、まあこれで2ラウンド目の火力は通していけるし、まあ、ドカバキに関してなんだけど、いや、これね、まあ、1ラウンド目から、ね、発動させたら、ね、ゴッドの対策になるかなと思って、軽減をね、これ250%だっけな、確かダウンさせられるんで、最大でね、合ってるよね、250で200だか 200% かな、確か。で、それなんとかゴッドで、戦っていけるかなとか、あとは単純にエナジー上がるんでブロリー対象いいし、そんな感じで入ってます。で、チライでもパワー増やせます。うわー、おー、いいね。で、まあ、レジェスマとも普通に相性いいかなと。で、1ラウンド目はサポーターのパワーをとりあえず、悟空に上乗せしたいね。ちょっと気絶怖いけど、まあ、大丈夫っしょ。多分。多分大丈夫っしょ。それか GT のパワー増やしたいけど、気絶しちゃうとね、ちょっと嫌なんで、まあ、こんな感じかな、1ラウンド目は。はい、行ってみよう。ヒルデガーもいるしね。いや、全然いいと思います。あー、なるほど、これ軽減下がんのかな、下がんない気がするんだけど、この2体。はい、来た。ここで上乗せしてからのプラス9000だもん、結構低くないそれ。あー、いいね、アタッカーの軽減が下がってますね。とで、2ラウンド目はもう7000制限しかなくて、こっちボゾットなんでね、7000で普通に先行を取りに行って2ラウンドで倒す。今回は来た。で、今回さ、相手エナジー貯めてないんで、エナジー奪えなかったんですけど、まあ、基本的に3個ずつね、奪えるのもめっちゃ強い。いや、これ多分次でもブロリー発生しないと思うんだよね、これ。これは絶対無理。ブロリーがね、1000ダメージしか受けないって言っても、パワー上回っちゃえばいいから、レジェンドスマッシュだけで多分普通にね、パワー上乗せじゃないわ、仲間サポーター全員のパワー上乗せしてるし、まあ大丈夫でしょう。で、ここ硬いです、 GT がかかってるんで、パワーガード5000アップの相手の当たりダメージが半分。うまいね。これはなんで最速なんだ。ああ、ベジットがいるのか。これ効くでしょ。でも守るしかないもんね。タッチアクション、いや、タッチアクションなくない、言うてあ、ぶっ飛びスイングカードアクションだもんね。あ、大丈夫だ、タッチアクションないっす。来た。うわー、
蹂躙の大ザック、名前がかっこいい。で1万はまあ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 出ると思うんだけど、あワンチャンちょっとやばいかも。そうだね、ワンチャン1万出るか分かんないこれ。ああよかったよかった。あ普通に出てる。あーなるほどなるほど。あーじゃあまあそうだね、普通に3000でいいかな。そうだね、そんな下げるのもないんで、じゃあ3000エリアで、いいと思います。でピッコロもやっちゃっていいか、普通にあんまやる意味ないけど。あやる意味あるわ、ピッコロでブロックバーストじゃない、あれなんだっけ、覚醒サイヤバースト封じればいいんじゃない。あーいいねそれ、で地雷下げ、あーいいね、ケツがいいね、ケツが地雷結構可愛いよね、実際のところあのまあまあまあ別に異星人が好きっていう性癖でもないんだけどさ、いや地雷はね、あの普通にもう声がね、声優が水木奈々なんで、いや自分それで結構水木奈々補正で、あの普通に好きだから、あのね結構最初ね、あ可愛いなと思って、でしたらさ、スーパーヒーローでビルス様がさ、あの地雷を見た瞬間こう一目惚れするという、ちょっと合うかもしれないビルスとビルスと趣味が合うかもしれない。いやこれ強え、うーわえぐえぐすぎる。あと服装だ、一撃だよね。さあこれで究極ロックオンバースのおかげでね、相手があれバーストできない、覚醒サイヤバーストができない。本当にこのピッコラ優秀です。本来はブロリー映画でね、あの虫けらがって言って、あのサッカーボールみたいにねピッコロ蹴飛ばされるんだけど、ドラゴンボールヒーローズでは違うから。はい来た、戦慄なく、まあ、効果ダウンして5000しか受けないとなってますが、あーにしても硬いな。え何それやばいんだよな最近の引き方が、なんか硬いし、なんなん、なんでこんな硬いの。何これガード上がってないよね。はぁ、なんかもうダメだわ、なんかダメなんだよな、もうほんと動画直すと全然押せなくなるんだよね。ちょマジで手術しよう、ほんとに。いやそれは分かんない、もういいって、硬すぎんだそれにしても、なんでこんな硬いの君は一体、なぜそんな脅威人造で上がってんのガード。まあヒルデガーンか、単純にヒルデガーンが硬い。いやーまあこれはでかいっすね。ポットリモコンなんだっけな、いやーこの状況はもう何選んでももうねアリス、てかあのアリスは何なの、あー断罪か。いやすいませんね、もう頭湧いてるんで今日はもうダブルアタックでこいつ救出んじゃない思ったけど、もったいないかここは。ダブルアタックでワンチャンブロリー亀裂狙えんだけど、それ次に回した方がいいかな、やるならね。これは入ってほしい。マジで全然ジャージ勝てねえ、なんなんこれ。ブロリーのパワー3万あんのかこれ、そもそもモーターを操作して落下させた宇宙船ポット。いやこっちでしょ、乗っている人によってガードはそんなないからな、いいと思う。で次のラウンド行けば悟空 GT があれじゃん、かける1000固定、1万2000ダメージか、確か1万2000ダメージ上がるんで、そこでなんとか勝てんじゃないかなとは思ってます。これはありだね、 1.7倍のケトン君のありだけど、いやアタッカー出てからがよくない、ドカバキはありやな、やっとこうドカバキだけ、これはめっちゃあり。あー来たー、いいねこの無駄のなさはめちゃくちゃいいね。チライなんてどうせサポーターにずっと置いとくし、めっちゃありこれ。ダメージは見込めないっすね、終わんないなこれは。でも
でもブロリーの軽減が下がるんで、はい、まあ普通にありです。でぶっ飛びスイングもいいかな。次でなんかこれリフレクトモード、あーリフレクトはワンチャンあり。これそうだね、最速に、あでもできないのかベストで。じゃあいいや、ダブルもやんない。あいいと思う。いやうんマジでありありだね、やんなくていい。敵のチームの攻撃だ。いやー先行取れるかな。敵のポットリボ充填チャンス発生。ダメージおかしくね。先行取れるのかな。たくさん充電されてしまった。敵の充電が3万アップすればワンチャンって感じ。宇宙船ポットが落下してくるぞ。いやこれでも半分吸われてるもんね。無理じゃね。これブロリーマジ使いづらいわ。なんでラウンド開始時って作戦決定しちゃったらこれ最強だったのに、なんで開始時なん。合わなすぎだろ。なんで絶妙に合わせてない、合わせてこないのこれ。いや微妙、先行マジで微妙、マジで微妙っす。いやダブルやっときゃよかったな、やっときゃよかった。21,400。チライ出す。いやうんーなー、この線がどこまで響くかだよね。ぶっちゃけ出していいと思うよ。いやこの線が結構大事な気がする。今回待って、てか相手戦闘力バイスいる、あいないね。えてかさ、なんでこんな戦闘力出てんだろう。待ってこれ何、誰だ。ああちょっと待てよ。ああなんかブロリー、えいつ上がったの君。えちょっと待ってこれどういうこと、マジで理解できないんだけど。あれあ今発動したんだ。発動してたらしい。いや相手の戦闘力の出方なんだけど、多分チルドしか戦闘力バイスいないんで、チライ下げても先行が取れますねここ。じゃあいいかなこれで。待ってなんでブロリー発動したんだ。チライで2回9000上げて5000上げて、でヒルデゴーンと GT とあれで吸われて、なんで残ってんだろう。あああれかな、上乗せした数値が結構でかかったみたいな話。でもブロリーのパワーなんて多分そんなないよね、5000ぐらいしか。謎です、めちゃくちゃ謎です。なんで3万乗っかったか分かんないけど、あ、分かった分かった分かった分かっちゃった、これか。分かった、パワー吸われてから乗っけてるからだわ。うーわそういうことかい、これは強い。だからレジェンドスマッシュあんま火力入んなかったのか。なるほどなるほどなるほど、レジェスマがパワー吸われてたから、それを吸われてさらに吸い返したってことね。だから3万超えたってことか。先行取ってるしね。うわ熱っ、激熱じゃん。うわすげえ、なんだこれ火力やばすぎ。これ軽減ダウンなしだからね、ちなみに。いやー軽減ダウン入ってればこの火力は分かんだけど、何もなしでこれはやばい。はい、謎の2連開くで、相手最速じゃないなら3連ミラクルでもよかった。なんでそんなチャージいねえんだよ本当によ。そろそろ勝たせてくれよマジで。バトスタのもうね最大のストレスこれっす。チャージがね本当みんな強すぎて、テクニカルボーナスが取れない、マジで取れない。そろそろ取らせてほしい。龍拳ダブルリフレクトぶっ飛びスイング、4連発でアバター決めたら5連発アルティメット闘技あるんで5連発。うーんまあ消えなくはないかな、まあ、ブロリーの火力次第なんだけどね。他のキャラクターちなみにパワーないんで、いやほんとブロリーの火力次第。エクストラステージに突入したぞ。無理ですよね。押し切らさっぽう。じゃあかっこいい。俺には勝てねえぞ。かっこいいこれ。ほんと好き。これほんと好き。おはこす。ああかっこいい。ああかっこいい。
で最後のこれがいいんだよね。これこの白い煙がかっこいいんだよな。あーいいね。あシャワーテクニカル入った。熱い。シュー、これが気持ちいいんだよね。で荒れてる時でしょ。いやさすがにいったっしょ。シャー奥義気持ちいい。マジで気持ちいい奥義。ズザン。うわ奥義最高。これが強いんじゃ。これが強いんじゃ。ちょっとこれブローリーのぶっ飛びでとどめさせたいね。ぶっ飛びスイングまでちょっとするしようかな。あ余裕でいけるよねこれ多分。てかこれ残んないかも。なんかなんかめっちゃ強い。なんこれなんでこんな強いの。あでもこの伸びが最後弱いから大丈夫じゃない。おー243危ねえ。ギリギリ当然よ。1万ダメージ謎の超ダメージ。はい来たぶっ飛びスイング、エナジー10です。エナジーマックスのぶっ飛びスイング。パワーめっちゃモリモリの。はいどれぐらいダメージが出るか。マジか。ぶっ飛びで7倍はやばいって。これ極限貫通だからね。ちなみに言うとぶっ飛び戦極限貫通で7倍だよこれ。やばっ。おおすげえ。これこれこれなにこれなにこれ。え、これ舐めてたけどこれブロリーもしかして普通に強い君。あ、そっか、そうだよね。極限貫通、まあ軽減依存だけど、だってこれ赤き仮面の最新とか使ったらやばいよ、普通に考えて。そっちの方が強いかもしれないね、もしかしたら。チライとかじゃなくて、あの赤き仮面の2キルにこれぶち込んだら、貫通の極限無効の、最大7倍。まあ2倍だったとしても、ジレンのぶっ飛びみたいなもんだから、貫通のね、2倍で1万2000ぐらい入るでしょ。であとパワーさえ乗っかってればっていうところで、パワー吸収持ってるから、まあ、飛べる方法バイバイとかしかないよね。ちなみにメテオのアイオスだと、2ラウンドのカードアクション封じじゃないじゃん。あれタッチアクション封じだからこれ止まんないんだよね。ちょっと待てよこれ、待てごめんこれネタで使おうと思ってたのにめちゃくちゃ強かったんだけど。いやーさすがブロリーだね。いやもう今回はもうあれじゃないですか、シークレットのブロリーも最強でね、宝箱と合わせたら強いし、で今回のアルティメットのブロリーも多分これあんまりみんな注目してないと思うんだけど、うん、あれ騒ぎにもなってないしなんだけど、これマジでみんな使ってみてください。これねマジで強かった。あと相手が人造アバターだった場合ね、人造のパワーを、まあ、乗っけさせた後にこのブロリーにねこう吸収させるっていう感じでやると、まあ、こいつね人造みたいになるんで、人造みたいっていうかもう本当人造だよね。パワーそのままそっくり吸えるからやばいっすねこれ。ちょっと あと地味にユニット持ってますね。ユニットはまあどうなんだろう、別にこれ組まなくてもいいかな。いや守るデッキじゃないしブロリーって。そうだね、これは別に無視していいと思います。そもそもレモがね難しい。いろいろ探したけどレモがちょっとむずいっす。なんでチライレモ抜きの赤き仮面の2キルデッキがこれ多分一番強いと思います。はい普通にありっす。普通に強かったということで、あごめん最後に1個だけ。 HP2000 以下だからなんか2000以下でホニャララみたいなやつ使えるね、ミスターサターの。はい今回の動画もしよろしければチャンネル登録高評価ぜひお願いします。いや久々の感想でしびれましたね。ということでご視聴ありがとうございました。お疲れ。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。